こんにちは。ここはロシア連邦の、ウラジオストック市、ウラジオストック駅から歩いて5分ぐらいのところにある、なんとかとかいうホテルに泊まってるんですけど、なんかやけに広いんですね。広いのは関係ありませんが、ウラジオストックには朝鮮レストランがありますが、北朝鮮、ノースコリアの朝鮮レストランがあるというわけでして、今からちょっとそれを食べに行こうかということになっているわけです。これについては歩きながらご説明しますんで、よろしくお願いいたします。でもな、外国人がこんな歩きながらなんか撮ってるぞとか言われたら、ちょっとなんかね、目を引くんじゃないかなというような気もしますんで、なるべくロシアの皆さんにご迷惑にならないように撮っていきたいところです。ちなみにここまでね、44時間も船にずっと乗っておりましたんで、体がちょっとね、揺れるような感じ、おかよいというやつですね。まあ仕方ありません。頑張りましょう。よいしょ。オートロックなんだな。オートロックですね。大丈夫でした。今向かっておりますのが北朝鮮の料理屋でして、その名前をですね、平壌という名前だそうです。さっきね、その話をちょっとずっと同行の A さんと船の中で平壌という話をしてましたら、周りの韓国人の方がね、みんなこっちの方を覗かれていたのが、すごい印象的でした。やっぱ向こうの方にとっては耳につく名前なのか、それともあれかな、聞き慣れた韓国語といいますか、朝鮮語のその言語だからということなんでしょうかね。ちょっとわかりませんけれども、ともかくそのね、レストランというのは国営レストランです。北朝鮮が国営でもって運営しているそのようなレストランですが、なんでそんなレストランがあるのかと、それは、ね、外貨獲得のその一環で北朝鮮が世界各国に出していた、そういうレストランなんだそうです。さっき船内でも言いましたけどね、ウラジオストックはもともと中国清だったっていうようなところでもありまして、清からですね、割譲されたっていう言い方で多分いいんだと思いますが、条約でもって昔のロシア帝国がもらったようなところです。だからやっぱり中国の文化みたいなものあるのかなと思ったんですが、やっぱヨーロッパの、ね、ものをいろいろと建設されてましたんで、それほどそういったものは感じません。ただ現在でも北朝鮮および中国と大変近くて、北朝鮮まで100キロ、中国まで50キロとか、そんな感じのところですからね、やっぱりそういう風な料理が入ってきて浸透しやすいということももしかしたらあるんじゃないでしょうか。ヨーロッパ風の建物でありながら、韓国語なども街中にとても案内が目立ちます。そのレストラン平壌はね、結構ウラジオストックの駅からは遠くて、歩いて早歩きで30分とかなんかそんぐらいだというふうに聞きましたね。お散歩があったらちょうどいいわけでして、バスなども通っているところですから、帰りはそれに乗って帰りゃいいのかなという感じです。結構この壁なんか見ると治安よくはないみたいですね。これが悪いというほどなのかどうかは分かりませんが、見ていて別に特に何も困ることはないし、皆さん親切な方ばかりです。すごいね、この大規模なこういう建物を見るとね、なんか勝手に社会主義的あれを持ってしまうんですが、現在ロシアはちゃんとした資本主義のロシア連邦になってますんでね。なんかすごいな、この高島平団地みたいな感じがしますよね。昭和40年代、間違いなくソ連時代からあった建物でしょうか。4車線の市内道路、こんな感じですけどね、もうほとんどすれ違うのはさっきから言ってるように日本車ばっかりです。スピードは結構出てるのと、あと左側を私は歩いてるわけですが、自動車はね、全部ヨーロッパとか普通の世界のスタンダードは右側通行らしく、このように走っております。個人的にはちょっとなんかね、違うような感じだし、自動車が日本よりも遠慮なくバーンと走ってるような気がしますので、ちょっと怖い気がします。バス停もね、すぐ脇にあそこにバス停あるんですけど、ちょっとよく分かんなかったんで、バス停はとりあえずバスは使わないで歩きで来ました。やっぱ海外旅行ってこういうもんなんですね。よく分かんないから公共交通機関の利用がしがたい、タクシーで使うって言ってもあったかもしれないけど、言葉が難しいしね。ともかく着きました。ここが大勢韓国の人たちもみんなして写真を撮っております。韓国人観光客が多いっていうのは本当みたいですね。ここにね、こんな立派なホテルもあって、イタリアンレストランみたいな向こうにあるんですが、ここにありますのが、これがなんだっけ、インターネットにね、いっぱい写真も出回ってるんで大丈夫だと思うんですけど、これが平壌というレストランです。ここはこのね、北朝鮮風の立派な門です。それからあとはあれか、これがその平壌という看板、ちょっと見てもよくわかんないですけど、ハングルが書いてあってね、これ多分ロシア語で平壌って書いてあるんでしょう。これはちょっとよくわかんないですけど、多分コリアンレストランカフェとかそんな感じでしょうね。中ではチマチョゴリを着た北朝鮮の美人のお姉さんたちがいっぱいいるということでございます。撮影はね、なんかできるのかできないのかよくわからないんで、聞いてそれで OK だったらということにしたいと思います。クレジットカードも使えるのですが、どうも現金の支払いの方が好ましいらしいという話を聞いております。はぁ、北朝鮮の国営レストランだから働いてる人は公務員なのかな。そうは、そういうもんではないですよね。キオスクで働いてる人は別に国鉄職員ではなかったんだから、それと同じことです。よろしくお願いします。最初に店員さんにビデオカメラを見せて、 Can I film here?
バットダメみたいなことをこう言われましたんで、じゃあダメなんだ、キャメラ OK、 カメラは大丈夫らしい、うんうんとうなずいてくれましたので、ならば OK なんだろうと思いまして、静止画なら OK なのか、大きな一眼レフカメラを取り出しまして、 OK と聞いたらばやっぱりノーと言われました。あ、じゃあもうカメラの撮影はダメなのかな、そういうわけで諦めておりまして、仕方がない、じゃあ撮影ができないのならということで一生懸命メモを取っておりました。そのメモを取っている時の様子がこの写真です。なんでメモを取っている時の様子のその写真が撮影禁止の場所で用意できているのかというと、その後でスマートフォンを取り出してみて、周りの人たちもよく見たらスマートフォンでは普通に撮影をしていて何も咎められていなかったので、 Is this OK? と聞いたらば、あ、スマートフォンは大丈夫、そんな感じのこと、また首を縦に振ってくれました。なるほど、というわけでして、スマートフォンでいろいろ料理の写真やそのレストランの様子を撮影させていただくことになったわけです。ただし、その店員さんのことについては、このレストランはかなり秘密が多いのだそうで、これは私が聞いた話でありますけれども、その祖国のこと、つまり北朝鮮はどんな国なんですか、いいところですかとか、それからその店員さんと一緒に写ったりとか、店員さんと記念写真を撮ったりとか、そういうことは基本的に歓迎されていないようでございました。私もそういうわけで一生懸命全てを、じゃあこのレストランの合法的に許される範囲で全部メモして帰ってやろうと思いまして、大きなレポート用紙を取り出し、そこに殴り書きで赤ペンでメモを取り続けていたのですが、結局やんわりと写真を撮らせていただくことになりましたので、そんなに意気込む必要もなかったんだなと改めて思い直しているところです。注文させていただきまして、その時にはキャッシュカード、キャッシュなのかそれともカードなのか、キャッシュをカード、そんなことを聞かれまして、キャッシュ、そういうふうに答えたらばニコニコされていました。どうもクレジットカードでの支払いできるはできるようですが、あまり好ましくはなかったようです。それからあとはロシアのテレビ、がやっておりましたが、そういったものは全部ロシアのテレビ番組が流れておりまして、基本的にロシア人向けに営業をなされているというのは、そんな感じがしたものです。また私たちの座席は普通のレストラン風の開放型の座席でしたが、他にもコンパートメントのような、まあ、キャビンという言い方をしてたかな、区分室のようなものもありまして、ちょっとしたその個室のようなところで食事をされている方も大勢いらっしゃいました。また時期のせいかもしれませんが、チマチョゴリを着られているのかなと思いましたが、半袖のドレス、チャイナドレスみたいな一体型の服を着ていらっしゃって、みんな同じような制服でした。また店員さんは美人が多いという話を聞いておりましたが、確かにこれは実際にそうで、キリッとした若い女の肌の綺麗な方が大勢というか、まあ、3名ぐらいだったかな、勤めていらっしゃいまして、またもう一人はどうもロシア人の方だったようです。いただいた料理はいろいろありますけれども、お通し、まず多分全員に出されるお通しのようなものだと思いますが、人参のナムルと大根のナムル、それからあとは大豆の甘煮、そんなものが出てきました。それから私が頼んだもの、わかめサラダ、これは人参と玉ねぎなどいろいろ入っておりまして、内容はしっかりとしておりました。このわかめサラダの値段はちょっと手元のメモはしておりませんが、500円はしなかったはず、400円ぐらいの値段かと思います。全部朝鮮風の味付け、少々やはり辛みがあって、これは韓国、南朝鮮大韓民国と北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、2つに分かれてはおりますけれども、もともとの朝鮮の文化は確かに一つのものであった、近いものであったんだろうなということを伺わせる、そんな辛みの効いた味でした。しかし私は辛いものが苦手なのですが、この北朝鮮レストランそこまで辛みをどんどん前面に押し出すということはなく、辛みを強くしていなかったので、私も美味しくいただくことができました。なお全般的に料理は値段に対して大幅に多いというもので、かなりお得感があったこともここで付け加えさせていただきたいと思います。ちなみにこのまた店員さんについてですが、もちろん話しかけるというだけではなく、地元の人と交流を持つということも基本的にはどうも許されていないという噂があって、実際どうなのか分かりませんが、帰りのバスについて、それからタクシーについてなど伺いましたが、この辺りのウラジオストックの地理の様子についてもほとんど詳しくはないようでした。注文した料理、注文していない料理、いろいろありますけれども、値段を一部紹介します。ビビンバ430ループル、これは750円、イノシシ肉の入った冷麺840円、この冷麺はハサミで持って切って、それで長い長い一つ固まっているその麺を切り崩しながら食べると、そういう北朝鮮もしくはまあ韓国同様なのかもしれませんが、朝鮮のその伝統的な食べ方のようです。それからキムチチャーハンが682円、これは全部為替レートで計算しておりますが、他に牛の焼肉、これが1312円で一皿、かなり量がありました。ジュース、これは1杯で88円、アサヒビールは大ジョッキで577円、大体こんな感じでした。なお今皆さんにご覧に入れております私が変な顔をしながらこのビビンバを食べているこの写真ですが、私は辛いものが苦手なんですが、ビビンバに挑戦しまして、そしてその苦手な辛いものと格闘しながら、一生懸命しかし味わいながら、美味しく美味しくビビンバを食べているところです。
ものすごい辛いのは苦手だということがこの写真からもお伝えできるかと思っておりますけれども、しかしこのような様子でこんな苦労しながらでもビビンバをそれでも口に運んでいることからして、いかにこれが美味しいものであったか、これ皆さんにお分かりいただけたんじゃないかと思います。いや、よかった、美味しかった、美味しかったですよ。あのね、この旅で東京からずっといろんなもの食べてきましたけど、東京からここまで食べたものの中で一番ここが美味しかったです。なんですか、バスを待ってる人がいますね。あの中でね、北朝鮮の方にバス駅に行くものありますかって聞いたら、この時間はないですみたいなこと言ってたんですけど、でもバス停に今見たら人が並んでますからね。ちょっと歩いて30分ぐらい、あの行きはどこの停留所で降りりゃいいのかよく分かんなかったからやめといたんですけど、こういう薄暗くなりかけたぐらいのところでね、夜遅い時間に歩くというのはちょっとなんかやっぱり、あの私たち外国人観光客には心もとないところがありますから、まあ、できたらそういったものに乗って安心していきたいところですよね。右側通行慣れないものです。今の時刻はというと午後9時です。午後9時でも明るい、わーすごいなと思うかもしれないですけど、まずですね、ちょっとあの時間のあの時差のね設定の兼ね合いがありまして、お、待ってくれた、ちょっとあれだったな、帰りはバスで帰ることになりました。なかなかよく揺れるバスですが、結構なハイデッカーで乗っていても楽しいものです。すごいな、お、サンルーフ付きのバスだよ。これはソ連時代からのバスなのかどうか分かりませんけれど、ともかくよく揺れるバスですね。接客態度が悪くて、これぞ公共交通機関あるべき姿を見た気がします。そしてね、私が今まで乗った街中の路線バスの中で過去最高に速かったですよ。驚きました。あの普通の乗用車を軽々と追い越してですね、ビュンビュンと走ってきまして、いや、あのバスだったらいくら乗っていても飽きないなというぐらい最高の乗り合い自動車、そんな体験をしました。さて、平壌のところからですね、こう矢のようにあの歩いて40分、30分は間違いなくかかるようなところからだったんですが、バスに乗ったら5分とかからずにもうすでにウラジオストックの駅に戻ってきております。で、あの乗車賃なんですけど、あの2人分って言ったらね、そしたらあのトゥーとか聞かれまして、はい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 みたいなこと言ったらば、そしたらね、あの 100ルーブルのお札、200円札ですよね、それを渡したらこのようにじゃらりとお釣りをくれました。ということは、あの2人分払ってそれでこのようにじゃらじゃらとお釣りをくれたということはですね、そして200円払ったということは、1人100円は間違いなくかかってないということです。多分なんか見た感じ 10何ルーブル返ってきたのかな、ちょよく数えてないんでわかんないんですけど、いや10とかじゃないな、何十ルーブルも返ってきてるから、多分1人30円とか40円とか、せいぜいそれぐらいで乗れてるんじゃないの。すごいですよね。